セシル・ラン・ダウ・ケフテルはアメリカ合衆国出身の政治家、事業家。所属政党は民主党、アメリカ合衆国会議員。1924年9月30日、エフテルはイリノイ州国クク軍シカゴに生まれた。地元の公立学校を卒業すると、1951年にアリゾナ州立大学で学士号を取得した。 その後、ユタ大学とニューヨーク大学でも勉強を続けた。太平洋戦争が勃発すると、エフテルは1943年にアメリカ陸軍に入隊し、1946年まで従軍した。1960年代にホノルルに移住し、州内大手のラジオ局、クムボム FM や、周発のテレビ局、KGMBTV を所有していた。 ラジオとテレビ業界で成功したいフテルは1976年にアメリカ下院議員選挙で当選し事業を売却した。以後、ハワイ州知事選に立候補するために1986年7月11日に辞任するまで5期の任期を務めた。ハワイ州知事選挙に民主党から立候補した。予備選挙の9日前、地元市ホノルルスターアドバタイザーが行った。 世論調査では、エフテルが最も支持を集めており、時点のジョン・ワイ・ヘイフク知事に21ポイント差をつけていた。予備選挙の2日前、匿名のレポートがハワイ州の麻薬管理局に届いた。同レポートには、エフテルが小児性愛者で、黒人と同性愛の関係にあり、麻薬とアルコールの中毒者であると書かれていたという。このレポートは、報道機関や、 他の知事候補にも匿名で送られていたが、報道機関は公表せず、他の候補もこのレポートに言及しなかった。その後、予備選挙でエフテルの得票率は36%に止まり、45%を獲得したワイヘイに敗れた。エフテルはレポートが選挙結果に影響したと主張したが、政治評論家は、ワイヘイが直前に強力な草の根キャンペーンを行っていた点から、 影響を否定した。また、同予備選で3位となったパッツイーミンクは、マスメディアがエフテルが会議員時代に行った投票を批判したことが敗因ではないかと語った。その後、エフテルは失意のうちにハワイを離れ、アメリカ本土での放送事業を再開した。2005年から3年間ハワイ州教育委員会の委員を務めた。2010年2月4日、 カリフォルニア州サンディエゴの病院で亡くなった。ありがとうございます。